8月11日成田新東京国際空港、低い雨雲の中から一機のアリタリアジャンボが降りてきた。ボーイング747のカーゴルームから姿を現したのは、フェラーリ F1 用パレットに乗ったルビーのように美しい深紅のエッフェクアランタ。フェラーリ F40 はあのエンツォ・フェラーリが提案した最後のモデルであり、それはレーシングカーでありながらサーキット以外でも走ることができるというフェラーリスピリットあふれる車である。その F40 のプロダクションモデルのうちの1台が初めて日本へやってきたのだ。7月19日午前3時、日本自動車研究所テストコース。ここでフェラーリ F40 のフルテストが行われることになった。 F40 はカーグラフィックテストチーフ笹目記者とコーンズのメカニックの手で入念なウォームアップが行われた。ウォームアップは約1時間。その間にタイヤやオイルがチェックされ、超高速走行に備えて準備は着々と進められた。マイクロセクトオーダーですから、下手すから行くと右セクトですか。午前4時、田辺記者がレーシングスーツに着替え、自らの準備を整える。この日のためにヘルメットもレーシングシューズも新品を用意したのだ。ウォームアップ中にこの車の5速ギアが抜けやすいということが分かった。5速ということは時速250キロを優に超えている。ドライバーは手を離せないから、パッセンジャーシートの塚原記者がシフトレバーを押さえていなければならない。4時40分、昨日までの大雨が嘘のように晴れ上がったコースに朝日が差し込み、フルテスト開始。
時代のポールポジションにいるカノッツェリア、今 AV を搭載し新たなる道へ。オーディオ&ビジュアルのニューカー AV の世界、加速する音カロッツェリア AV ゾーンへ。パイオニアエクストラカーコンポーネントカロッツェリア、また新しい神話が生まれる。